デルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回はスクリュースロッシャーですね。こちらの方で遊んでいきたいなと思います。弱体なんかね、使用頻度が下がったなっていうところの武器なんだけど、性能的にまだ全然使えるんじゃないかっていうのもあったので、ちょっとこちらの武器で遊んで使用感をね、試してみようかなと思います。じゃあやっていきましょう。はい、ということで、まず1戦目ですね。さあ、平成は楽と農地若葉。で、向こうがリッターがいるという感じで、ちょっとね、リッターはきついけど、それ以外がなんとか、スクソロでどうにか対応できそうみたいなね、感じなんで、ちょっと、いじめでいこう。さあ、ここ。ちょっとやっぱ当たんない。やばい。当たってない。やっぱ振りちょっと遅いのがエイム的に難しいね。あと直当てないとどうしようもないところやっぱあるな。まあこっからまだ最初だからね。おい、一発取って、よしこれ。いやいや、相手いいボブすぎるでしょ。そうだよね、ボブ確かに弱いっちゃ弱いイメージあるな。まあでもしっかりとね、キル取って挽回していこう。リッターの射程がね、ちょっと気になるからな。自分の間合いとバランス見てね、しっかりとね。またボムやばいなー、2回目かー。デジャブだったよね。さあ、2度あることは3度あるみたいな感じになるけど、ちょっとここは押し込んでいって、ちょっと取り行こう。もうがっつりポイント取り行こう。ほら、はい、投げてトリプルトルネード投げられた後だったらね、はい、取ってく2直。はい、ここは炭酸で牽制、壁使っていこっかね。はい、見といて。はい、ここ取る。はい、取ってく。はい、リッター取ってく。さあ、ナイスリード。いいあぐら乗り。さあ、ナイス玉の溜まった。炭酸投げてからのナイス玉。タイミングを見てね。ごめん、ちょっと遅かった。やべ。いるわ。いや、ちょっとナイス玉、そうだね。まあでも結構カウント進んだね、これでね。あとは防衛に徹するのもありだけど、ちょっとここはね、攻めておきたいよね。マサバは特にもう中央取られてからがえぐいから、しっかりとね、炭酸投げながら、牽制していこう。リッターが前どうやって来られたらね、やばいからね。さあ、炭酸投げながら敵を見つけつつ、まだリッター右から動かないね。ここ取って、はい、取って、ナイス。とかやめよう。これは引こう。リッターさんが本当にえぐいからな。ナイス玉で、一回引かせて、後ろ来てる。いい判断。これやばい。これは味方の鍵だ。やばいな。当たってないぞ。やばいぞ。これは、ナイスやばい。これはあれだ、スクスロが強いんじゃなくて俺のスクスロが下手なだけで味方がうまいんだ。カパこれ取っとこう。通れない。ナイス。味方アシスト多すぎだよな。ました。それはありがたい。これね、前出て押し込んでいきたいね。ほい、はい、またボコン。2度あることは3度あると。いやー、ボブつらい。でもね、ここでね、焦っても仕方がないからね、しっかり落ち着いてやっていこう。やっぱ炭酸でこうね、牽制し続けるのはほんと強いね。これ取りたい。右。いいかな。でもそうだよね、2発当てればさ、味方が1発当てればもう倒せるわけだからね。それ棒立ちはね、イッターさん、それははい取ったー。来たね、ワイプアウト来たね。ナイス玉も溜まってる。これはでも復帰が早いからゆっくりね、ちょっと早めに投げておいて、ここを取れるかな。仕返し。ノバノバ、あれいないか。俺何もしてねえ。俺前出たい前出たい。あーナイス味方。アシストでやった風に出すっていうね味方強かったな。さあ気を取り直して2戦目いこっかな。さあスクスロ気合入れてこう。ちょっとねギア変えた。サブ投げるからね。さあアサリです。まあアサリはねキープしながらでいいと思うんだよな。はい、しっかりと局舎で牽制しつつ右も見ながらね。出たいけどねちょっとずつ。あナイス。これ押し込みたいね。味方ナイスすぎる。これ炭酸強いね味方ね。やば。よしで俺がシュート決めてブラスター取ってく。直が出なかったから助かった。押し込んでく。炭酸投げといて。あ、そこ当てないとね、俺。それ、インク切れ。いや、炭酸の無駄遣いもしてたな、メインもね。さあ、防衛ターン。まあ、ここはね、しっかりと抑えていけばいいからね。あ、逃げた。いい逃げ。あしっかりと先端で当てるように間合い取ってね。炭酸投げて押さえておく。ちょっとねきついっちゃきつい編成なんだよな。ブラスターでさ一気に潰されるからね。さあ今の壁裏取ってく。これが強い。相変わらずこれが強いね。ほんとね。ナイス玉でアサリの人をちょっと攻撃して、これ取れるんじゃない？よし、ナイス、いい2枚取れた。味方と連携。あー、ごめんね。俺のエイムが悪いね。あ、さあ、復活と。ちょいちょいね。まあ。炭酸飛ぶ？いる？いない。はい、取った。一発直出れば強い。2枚。さあ、これは飛んで前線上げよう。人数有利だしね。とりあえず右側から、しっかりと。ああ、今の取れないか。まあまあ、でもあれで下がってくれるから。よし、カスあたり。よし、取った、直。やっぱこの味方と連携した時にさダメージ高いのがほんと強い。なんかすごい。おさあさらに押し込もう。はい炭酸ちゃんと。おお炭酸刺さった。やっぱ炭酸強いなああいう時。はい引いて当てる。はい上は取れた。ほら、ブラサさん。これは角に投げて、とりあえず味方をしっかり出させて、炭酸で、時間稼ぎ。いやー、でも丸みさん痛いなー。全然逆転されれる、逆転できる範囲だからね、アサリはね。油断できんよね、1分だったら。炭酸でアシスト取れまくりなんだよな。よし取れた。このカス当たりが強い。でもカス当たりは相変わらず強いね。はいしっかり当ててく。あー取れなかった。いやー直出ない。直が出てほしいけど。はい、ナイス。さあ、ここで味方のオチナイス。はい、取ってく。押し込んで、はい、ナイス。はい、ということで、まあ、2戦だね。今回は2戦でやってみたけど、まあ、アシストとかも決まれば、ほんと味方と連携ができて強いなーっていう感じだね。どっちとも20キルだったけどさ、なんか自分で取ったっていうよりかは、味方のアシスト入ってとか、自分で直取れればみたいな。だからさらに直が取れれば強いままなんで、相変わらずいい武器だなーっていうのは分かったね。めっちゃ楽しかった、普通に。2枚同時とかさ。やっぱああいうの楽しいから、これはこれでやっぱスクトロありな武器だね。またちょっと遊びがてら使っていきたいなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。